応、治療官に乗せときます、フラムを交互にこう叩きます。はい、これが、ダウンアップが逆になってるんですね。右手はダウンアップダウンアップってするとしたら、左はアップダウンアップダウン、これを交互にするとフラムフラム、まあちょっとタイミングをずらしますっていう、こういう連続してフラムが叩けるっていう、しかも楽です。楽に叩けるんでこう高速もできるんですが、まあ使いません。はい、っていうこのフラムですね。応用していくと例えばこういうフレーズとかも全然できるし、次がアクセントのとフラム、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、フラムラタマキューとか、なんかフラマキューだっけな、なんかそういうのもできちゃいます。もう次アクセントあるというっていう感じですね。まあ、こういう技になります。以上です。